耳で読む今昔物語集巻一第32話、最後の衣を伏せした物乞い夫婦の話。危機物語。今は昔、天竺の斎国コウサラ国には9億の家がありました。その中に正義という人が住んでいました。とても貧しく、塵ほどの蓄えもありませんでした。夫妻揃って、国内の9億の家を訪ねて回り、物乞いをして命をつないでいました。仏は、この正義を強化するために、津田、衣食住への執着を捨て、質素な生活を実践する行、第1の賀生、マハーカッサパソンジャを使わしました。賀生は、正義の家に至り、物を乞いました。正義が言いました。仏のお弟子でありながら、なんと物をわからない人だろう。私はとても貧しく、塵ほども蓄えがありません。この国の9億の家を訪ねては、物乞いをして命をつないでいます。なぜ、私のところに来て物乞いをなさるのですか？供養するものなど何もありません。尊者は言いました。どんなものでも構わない。あるものを供養しなさい。我が家には全く差し上げるものがありません。塵でも構わない。供養しなさい。正義が答えられずにいると、妻が来て、夫を叱りました。あなたは、なぜ、このビクを供養しないのですか？あなたと私は、朝の衣を持っているではありませんか。尊者は、美しいものを供養せよ、と言っているのではありません。塵でもいいから、と言っているのです。朝の衣を供養なさい。夫は答えました。お前は全く愚かだ。あの衣は、お前と私が持っているすべてではないか。私が出るときは、あの衣を着るからお前は裸。お前が出るときは、私が裸。この衣を供養して失ってしまえば、私もお前も命を失ってしまうのだ。妻は言いました。あなたは間違っています。この身は無常です。長生きすることはあっても、死なないことはありません。大事にしても、いずれ塵となります。私たちは、前世で、伏せの心がなかったから、今は貧しく、蓄えがなく、子もなく、この国の9億の家の中に、私たちだけがあるのです。これは前世の報いではありませんか。現世も同じようにして死んだなら、地獄に落ち、ガキとなり、今以上に耐え難い苦を受けることになります。私は、この朝の衣を、ビクに供養しようと思います。夫は嘆き、妻を止めようとしましたが、妻は衣を脱ぎ、きれいに畳んで、尊者に言いました。尊者よ、しばらく目を閉じていてください。私は裸になります。とても恥ずかしい。見ないでください。尊者は、目を閉じて見ませんでした。女は、その間に近く寄り、衣を渡しました。尊者は、衣を鉢に受け、受願しました。そして、仏のおもとに詣でて、言いました。私は、このように、正義の妻の供養を受けました。仏は、光を放ちました。東西南北、すべての方角にある仏に祈り、受願し、正義の妻を賛嘆しました。橋の国王、ブラセーナジット王は、この光を見て、驚き怪しみ、仏のもとに参りました。木蓮、モッカラーナ尊者に会い、光の理由を問いました。木蓮は答えました。正義はとても貧しく、塵ほどの蓄えもありませんでした。国の9億の家の門前に立ち、物乞いをして生きていました。今日、賀生尊者が、正義の家に行って物を乞いましたが、夫は蓄えがなかったので、供養しませんでした。しかし、妻は、夫妻の唯一の持ち物である朝の衣を、惜しまず供養したのです。この光は、仏がこれを見て、賛嘆して放った光です。王は、これを聞いて涙を流し、まず、自分の衣服を脱ぎ、正義の家に送りました。また、我が国の宝を、すべて、
将棋の家に収めよ、と宣旨を下しました。将棋は、これにより、富、無量の財宝を持ちました。人は、財宝を惜しまず、仏、比丘を供養すべきだと語り伝えられています。